皆さんこんにちは、坂木です。今回は旧字体クイズパート5をやっていきましょう。問題は全部で10問、制限時間は10秒です。第1問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は海でした。第2問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は漢でした。第3問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は木でした。第4問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は上でした。第5問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は札でした。第6問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解はカエルでした。第7問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は塔でした。第8問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は麦でした。第9問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は初でした。
10問。この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解はこうでした。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。